はい、雨なので、まあ、この間は風でしたが、今日は雨なので、屋内からお送りしております。なんかこう、さっき先ほども話してたんですけど、涼しくなった&こう、雨が降りますね。なんか、カラッと夏にならないな。なんか他方で、こう、ヨーロッパの方では熱波が来てて、50度手前まで行っちゃってるみたいなんだけど、大丈夫かね？人間ゆだらないでしょうかね。砂漠はこう、乾燥してるからなんとかなんだけど、湿度あるところでそこまで、ね、温度いっちゃうと普通にこう体温逃げなくて人間ゆだっちゃいますよ、ね、気をつけてください。はい、で我々も気をつけましょう。で、1本目は、多摩川っていうね、テレ朝のさキャスターがいいんだけどさ、面白い発言をしてたんでさ、それを紹介しようと思うよ。でいじくり倒しておこうと思う。あ、ちなみに今日は全部朝日関係です。テレビか新聞かは脇に置きますが、はい、新聞テレビ朝日関係です。で、玉川さんが何て言ったかっていうとね、テレビが煽ってるって批判をずっと受けてきたけど全然届いてないという印象。まずここで一個笑いがあるんだけどね。40、50代はほとんどテレビ見てない。逆だよ、ネット電話では影響される人はいっぱいいるーだって。この短い文章の中で3つぐらい突っ込みどころがあるんだけど、3つ以上あるかな。まずさ、煽られているって批判があるっていうさ文面にしてさ、届いてないってことはさ、あ、煽ってる自覚あったよじゃんねえ、いや煽ってませんよ我々はっていうのがさ、煽ってるって批判されるけど俺ら煽ってないよって、まあ白を切るんだけど、でもまだそっちの方が文脈通じるじゃない。なのにさ、煽ってるのが届いてませんってお前取らないだろうって思わない？でその次のセンテンス、40代50代はテレビを見ないって言ってんじゃん。この間調査でさ、若者のテレビ離れがあってさ、私ここで話したばっかなんだけどさ、40代50代は普通にテレビ見てると思うよ。ね、だせめてこれは40代50代に比べて若者がテレビを見なくなってるとかいう言い方だったらまだね、話は通じるんだけどさメインターゲットが見てくれないんだって言ってさ、いや調査統計見なよ、ちゃんとテレビ見てるよこの人たちって答えになる。でその上で届いてないって印象ってことは、あんたらの番組のこう何エッセンスがさ、こうギャグとして捉えられてるんじゃないのって話じゃない？真剣に受け止めてくれる人がいなくなってしまいましたはっはっはってやつですよ。ね、ネットで今で影響される人いっぱいいるってか言ってるけどさ、テレビ見ない人はネットで今で影響されるのかよ。てかね、デマで影響されやすい人は媒体が何かなんて問わねえよ。テレビだろうが新聞だろうがネットだろうがデマに影響されやすい人は、私も人のことは言えないけどでも何こう明らかに嘘と思えることに乗せられやしないぞ、といつも乗せられてたりするんだ。その時はね、大いに批判してくれて結構だよ。まあいいやね、すっごいなと思う。この本当にだよ。30文字40文字ぐらいの中でさ、こんなに突っ込みどころがある発言想像できないぜ。ね、狙って原稿書いてないってこんなことできないよね。僕感心するよ玉川さん。ここまで自己分析と状況分析がなってないっていうのはさ、素晴らしいね。ぜひそのまま言っていただいていただきたいね。そうした方がネタになって面白いからね。ね。まあ、発言するのは自由だし、発言するのはお仕事だから、それはいいんだけどさ。せめて日本語が正しいこととかさ、周囲のこう、ね、こう、調査とかとさ、多少は整合性を考えて発言しようよ。ね。多分これもさ、どっかの国のネロなんたらブルと一緒でさ、俺が言ってることがこの瞬間を楽しんだ、ヒャッハーって言ってるんだけなんだと思うんだ。まあ好きにせえやって思いますけどね。で、またこうして発言して、私こうやって取り上げていじくり倒すという、この好循環を皆さんにまたお届けできる日が来ればいいんだと思っております。ありがとうございました。